に拉致された横田めぐみさん、家族と引き裂かれて今年で30年です。そのめぐみさんのために世界的に有名なアメリカのフォークシンガーが曲を作りました。娘を返してほしいという両親の願いは今度は音楽を通じて広がろうとしています。めぐみ Speak to me And say that you will soon be by my side。 Song for めぐみというタイトルのこの曲、作ったのはアメリカの伝説的なフォークソンググループ、ピーター・ポール&マリーのメンバーのポール・ストゥーキーさんです。1962年にデビューし、風に吹かれてや花はどこへ行ったなど数々のヒット曲を生み出したピーター・ポール&マリー。ベトナム反戦運動やアメリカの公民権運動にも関わり、メッセージ性の強い曲でボブ・ディランらと共に活躍しました。ポールさんがめぐみさんの曲を作るきっかけは去年7月、日本の知人からめぐみさんのことを知らされたのです。めぐみさんと同じ年頃の娘を持つポールさん、わずか13歳で拉致された少女がいたことに大きなショックを受け、めぐみさんの両親に曲を作りたいと申し出ました。When I heard of Megumi and felt what a torture it must be for the parents and how there was no future, no way of knowing, I wanted to comfort them. 申し出を受けて、めぐみさんの両親はポールさんに手紙を書きました。夢のような話で、もし実現すれば、全世界に拉致問題の解決が必要とのメッセージが発せられます。とても嬉しく思っています。そして出来上がった曲。めぐみさんに呼びかける母親早紀江さんをイメージして、日本語も交えて作りました。風の中にあなたの声が、私たちが悩んできた思いっていうのをですね、そのまま歌って、それがね、そのままの気持ちがこう歌に流れていくっていうことがね、大きなことだし、本当に感激してるんです。映画と同様に解決のために大きな力になると思って、拉致問題に対する関心の高まりっていうことが非常に期待できると思います。めぐみ Speak to meSay that you will see. We are all connected as human beings. It was a hope that it would transcend politics, transcend countries, but speak to the hearts of all the people. And lead you home to me. Return to meMegumi
のイメージには昔の面影を感じるんですけどもね。でも歌詞の一言一言っていうのは昔もまして深い深い重い意味合いが込められているような気がします。ポールさんは来月来日されるそうです、はい、そして来月の21日からその曲が収められた CD も発売されます。その収益金はめぐみさん基金として両親に寄付する方向で話が進められています。